どうも皆さんこんばんは、シャモです。さあ今回もダークソウル3実況プレイ続きやっていきましょう。で、前回じゃなくて前々回ぐらいがここから落ちるのは違うのかなって言って、結局ここの隠し扉見つけられなかったんですが、なんかね、正解は落ちることらしいですね。でね、一回これ地上っていうか空中に上がった状態なんですけど、今これ回って下に下がったりするじゃん。一旦この状態で落ちてみようかな。多分この状態だと多分何もないから違うと思うんだけど、ですよね。まあまあこうなるよね。確か下にもね、あったはずなんで、あったあったあった、こういうところかもね、もしかしたら。ここ、いや、ここも違うな。あっちにもあるの確か。あ、こっちにはないか。じゃあ一旦ここからダイビングしてみようか。はい、せーの、ほい。これだ。あそこに続いてるみたいな感じ。え、これこのままでいいの、このまま進んでいいの。え、ダークソウルってこういうのもあるんだ、すごい。なんかもはやなんかバグに近いね。うわ、すげえ。しかも誰かいる、かがり火。え、すごい。あ、この発想はなかったな、すげえ。めっちゃ美人なんだけど、どなたでしょうか。私はヨルシカ、暗月の騎士団その総長です。騎士の総長。そしてあなたは、え、何もしない。迷い込んだならこの場所を離れた方がいいでしょう。なるほど、よくわからん。なるほど、下があるのか。あ、じゃあこれ何、結構長い感じ、下に続く感じじゃ、もしかして。ちょっと、あ、そういうパターン、そういうパターン。え、これ登れないのかな。まあいいや。総合死者、総合死者、じゃあ違う、絵画死者ですね。あそこですね、取り逃したのは。あ、でかいやつか、あれ。ほい、 OK。絵画死者の極限、ここは絵画死者シリーズなんだ、装備が。はい、でここ覚えてますか。緑化の指輪を教えてもらったところなんですけど、ジークバルトさんのイベントはここでもう一回起きるらしいんですよね。なので、ここの、ここでジークバルトさんに会わないと、ジークバルトさんのイベントは進まないらしい。あそこ覚えてるかな、あの、井戸にいない、いないって。井戸にいますよって教えてもらって、で井戸行ったんだけど、井戸いなくて。なんでこんなカミカミなんで、井戸にいなくて、でどうやらここでまずあのジークバルトさんのイベントを回収しないと井戸にはいないらしいですね。あれ、リフトに乗って起きるイベントだから、もしかして前のあのゲス野郎に閉じ込められたじゃないですか。あれでもイベント回収してんのかな。でも井戸にいなかったよね、あれ。その前だっけ俺行ったの、ちょっと覚えてないな。もう一回行ってみようか。じゃあ井戸っていうのはここだよね。ここじゃないのかな。いやでもね、深みの教会だっけ、ここのすぐ手前の井戸って言ってたから、ここだと思うんだよね。どういうことなんだろう。何か回収してないイベントがあるんですかね。まあとりあえずはあれだね、1周目だし、まあイベントはなんか2周目に全部回収しちゃえばいいかなとか思ってたんだけど、まあできるだけやっぱ1周目で回収しておきたいみたいなところもあったんだよね。まあいっか。さようなら。このヤリマンとさ、剣マンのこのコンボすごい強いよね。とりあえずアンリちゃんのイベント回収行こうかな。じゃあ霊体として召喚される。これエルドリッチもどうなんだろうね、ソロで戦えんだか戦えないんだか。まあ、戦えると思うけどね、それはさすがにだってゲームとしておかしいような気もするし、まあ、俺ダークソウルシリーズ始めてたからね、何があるのかわからない本当に。よし、まあ、前回戦ってなんかそこまで強い感じはしなかったんで、どんどんもう攻撃していこう。やばいやばい、この弓矢刺さるやつ結構あれだよね。うい、よーっと、これ結構強いな。あー、 SB 飲むまでもなかったか。まあ、いっか。なんか前回はその怖くてあんま攻撃できなかったんですけど、
なんかもうどんどん攻撃していけばなんかいけそうな感じがするボスなんで、どんどん行こう、どんどん。これ減るもんね、結構。これなんだ、あー、これか、ちょっと待って、危ない危ない危ない。やべやべ、この丸いなんか飛んでくるじゃん、めっちゃ。これも結構厄介ですね。せい。ほら、もう半分切ったしね。まあこれはなんだろう、アンリちゃんがいるから結構楽になってるみたいなこともあんのかな、やっぱ。あれ、あ、こっちか。あー、弓来た、弓。これがね、長ったらしいんだよね、めっちゃ追いかけんの。やべえやべえやべえ。もうストーカーを極めた弓だね、これ。よし、ドンドン、行きまショー。おー、すごい減らしたね。この潜るときのあの紫のあれ、あれがすっごい食らうんだよね。潜る前の事前の行動とかまだ全然分かってないからな。これなんだ、アップな。え、2回来んのか。3回来そうだな、来た。うーわ、4回何回してくんねん、あれ。まだしてくる。あー、今度弓矢か。アニちゃん全然攻撃してなくない、アニちゃん。アニちゃん、君に呼ばれたんだからね、頑張って。いべ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 、うわ、ダメージいく、ダメージいく。あっぶねえ、死にかけた。死にかけた。え、エストビンもないんだけど、なんで俺そんな使ったっけ。エストビンないんじゃ、もう行くしかねえ。押せ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 、いけるかいけるか、微妙なとこ。うわ、またこれかよ。あ、アンリちゃん狙いか。アンリちゃんこっち来ないで、お願い。アンリちゃん狙いじゃ、俺はもうどんどん攻撃しちゃっていいってことかな。さては行くぜ。うれ、もう一丁。うれ、勝ったんじゃないこれ。あ、勝ったな。あ、第二形態ないんだ。あなたの鍵です、本当にありがとう。あ、ホレイス、僕たちはやったんだよ。え、僕たち、え、女だよね、アンリちゃん、女だよね。あ、僕っ子ってこと、僕っ子ってことで OK。 ちょっと俺だって今まで女の子として扱ってきたのに、来らないよ本当に。これで終わり、何だったんだろうあれは。あ、エストビン復活してるね。あ、もしかしたらあっちの世界だとそのエストビンの量が限られるみたいなことなんかな。なんで俺倒れてんの、これどうした、これすんごい倒れ方してんな。あ、いますね、やっぱ銀騎士エリアか、いいね。銀騎士戦って、目赤い、なんだこいつ。はい、マックスタ取れてない。なんで目赤いの、こんな、なんでナルガクルガに憧れちゃったのかな、多分。せいせい、え、システムソフトウェアのアップデートが必要です、だって。なんで、ほいほいほい、バックスタブー。あ、やべ、できてない。やべ、やべ、アップねえ。待て待て、あははよし。さあ、俺さ、俺ってなんかさ、落下死多くない？なんか俺多分ダークソウルの実況者で一番さ、落下死が多い男だと思うんだけど。ほい。バックスタブー。いや、バックスタブも上手くなったもんだよな。最初はバックスタブできねえ、バックスタブできねえってずっと言ってたのにさ、いつの間にか普通にもうできるようになったからな。はい、おいでー。どうしたどうした、ほいほい。あー、ちょっときついな、きついきついきつい。あいね、避けちゃった方がいいのかな。来た、よいしょ。あ、これあと一発殴れば いっちゃうんじゃない、いっちまえ。オッケー、ナイスナイス、生きいいね、生き方がいいよ。心折れた騎士のソウル。まあダークソウルやっぱ心折れる場面多いからね、それは心折れるわ、さすがに。これなんか扉あるんだよな、すごい色してる扉だな。あ、開かないんだ。あ、開かねえ。あ、じゃあ右の段差が終わったわ。右の段差が終わりましたね。あれ、色変わってるね、これ。これ開かないの、これ。あ、開くじゃん。まあ、とりあえず、右じゃねえ、左、探索行きましょう。こっちの方が広そうだな。銀騎士は、いない。あ、こっちは開いてるぞ。左はドアが開いてる、ドア、門が開いてますね。うん、なんもないし、じゃあ入ろうか。あ、あるね、早速。何か動く、これ動かない。あ、種見だ、いいね。
え、こんな暗いところだったの？ちょっと暗いところ怖いんだけど。暗いところ怖い。え、なんかいるいっぱい。何あれ？あ、炎マンだ。めんどくさ。炎全部カットできないんで、できればかわしていきたい。こんにちは。ちょっと俺なんか真正面から行き過ぎじゃないし、待って、真正面から行き過ぎだって。ちょっとこれやばい。なんか俺なんかバカなことしてんな、すごく。ちょっと待って、一旦落ち着け。よし、まなあ、そ、下にもいるのかい。せいせい。さらにデブがまだ生きてるけど、なんかやだだだ、そっちも生きてる。さようなら。ちょっとまだ、まあとりあえず炎マン倒さないと、あの妨害になってくるから、あとあと。まずこいつから。せいせいせい。こいつらそこまで強くないですね。動きも呪いね。ほい、月光の矢。とりあえず下じゃ断続していこうかな。めんどくせえ、めんどくせえめんどくせえ。お前もそんな近距離で撃ってくるタイプ？うわ、ナメクジ落ちてきたな。なに、どんどんナメクジ落ちてくる。う、気持ち悪い、気持ち悪い。まあ、ナメクジは放置しといても別にいいか。とりあえずこのデブをやる。せい。あ、勝て、デブ硬いな。こ転び方どうにかなんねえのか。なんかおばさんみたいな転び方してたよ。あとこいつだけか。せいせい。今霧部屋だったよな。霧部屋だ。え、もうボスってこと？早くない？早っ。ちょっと待って。うわ、ナメクジ邪魔だな。ナメクジ邪魔だな。うう、ええ、やべえ。うわ、こいつ前あった雲だ。懐かしい、久しぶり。だが今の俺は盾持ちだからな。うわ、これなん、なん、なん、何状態だこれ。なんかの状態。え、やっぱ攻撃力高いな。あ、石化、これ石化、石化。なんか前と違くね。前と違うぞ、この雲。なんかそういえば色もなんかちょっと灰色な気がする、こっちの方が。いって、やべやべ。おつけ、おつけ、しのま、おつけ、おつけ、おつけ。石化するんだけども、やばい、石化マンか。やばいな。ちょっと待った、一旦ちょっと、システム、システムウェアじゃなくてシステムソフトウェアやめてよ。集中力削いでくっかな、あいつ。ちょっと、ナメクジに竹が。しかもこいつ HP 高いな。よし、うれ、厳しいな、厳しいぞ厳しいぞ。あ、こいつナメクジふざけんなお前。やべ、石化する、石化する。待って、石化の、石化のアイテムなんかあったっけ俺。やべ、設定してねえな、クソ。どうするか、ガード。あ、おばちゃん、売ってくれないかな。つか、やべ、お金なくて買えねえじゃん、結局。あっても、あの石化、石化だよね、あれ。呪いか、呪いじゃないと思うんだけど、まあ、あれ、あれを減少させるやつは売ってってない。多分さっきのやつってこの門を開けた先のやつだよね。ここからはなんかちょっと下すぎる気も。閉じられてるんかい。指輪も毒耐性と出血耐性を高めるものしか持ってないな。さあ、でどうしたもんかな。とりあえずもう殴るしかねえな、これ。殴って殴って速攻で石化する前に倒すしかねえ。石化するな、速攻で石化するな俺が速攻で俺が。あ、だって全然やらしねえもんな、あれだけ殴っても。攻撃頻度もすごい多いし。ああ、これダメだ、これ、これ本当にダメなやつ、これマジでダメなやつだこれ。もう銀騎士と死ぬたび戦いすぎてさ、そろそろ俺もバックスタブマスターするぜ本当にそろそろ俺バックスタブマスターしちゃうよ。とりあえず両手持ちにしちゃうか。もう盾も効かないんじゃ、とりあえずもう今度攻撃かわすしかないから、ほい、両手持ちでゴリゴリ攻めていくしかないな。ほいほい。あと気合も使わなきゃ、気合も、気合いってオッケー、ナイス。あ、ひる、あ、めっちゃすぐひるむじゃん。え、すごい簡単に終わった、両手持ちだから。エルドリッチの、石石かな、なんだろう。ここは開かないんだ、なんだこれ。あ、これだ。あ、つか俺エルドリッチの青石、そう、
成績かな持ってるね。致命、致命攻撃をすると HP と FP がそろそろ回復するってやつか。じゃあもう霧の先行っちゃおうかな。もう探索するとこもうないんで。あ、これ一応殴っとく。はい。あ、なんかある。これか、これで開けるんだ、多分。ちゃう？あー、開いた開いた開いた。回復しとこう。でも両手持ちは解除して。あ、これでこう繋がってもうあそこのボスまですぐ行けるよってことか。じゃあちょっと捨て振ってこようかな。お、金騎士の兜。ついに兜が手に入ってしまった。このクワガタクワガタヘルムが手に入ってしまったよ。さようなら。このマップいいね。あの初心者のいいバックスタブの練習になります。初心者の俺が言うから間違いない。あのダークソウル3から入った初心者の皆さんはここでバックスタブの練習まだ習得してない人は絶対ここで練習した方がいい。あのソウルも美味しいし、うん、初心者の俺が言うから間違いない本当に。よし、これで攻撃力じゃなくて筋力に、あ、3振れるね。でね、45でね装備できる、どれだ、相撲の大槌だっけ。これどうやらあの1のボスの武器らしいんですが、これもつけてみたいんだよね。重量 24.6 ってもうバカげてるけどね。ちょっとこれも使ってみたいんだよ。種火をどうぞ。さあ、これで奇跡の変質が増えたんだよね。何が増えたのかな。あ、なんか明らかに3つぐらい増えてるな。どれだ、深道傍者、これこれかな。祝福、こんなのあったっけ。まあどちらにしろちょっと関係ないな俺には。基本的には銃口とかが好きだな。好きっていうか銃口が一番なんだろう、使う機会っていうか使う人が多いんじゃないかなとは思いますけど、どうなんだろうね。それはもうほんとわかんないんだけどね。でも盾もね強化すると受け能力が少し上がるみたいなので、渇望の盾これちょっと上げとこうかな。素材も、あ、錆び石の鱗とかその鱗系は全部盾なんだ。どこで使うんだろうと思ってた。じゃあ使っちゃおう。使っちゃえ。あー、残り4個はちょっとさすがに痛いんで、まあこんなもんにしておきましょう。じゃあボス行こうか。いやー、なんだろう、エルドリッチなのかな。だったらなんかそんな苦戦せずに倒せそうな感じはしますけどね。さっきのあのアンリちゃんでだいぶ慣れたんで。あ、誰だ、オッケー。これエルドリッチだよね多分。あ、エルドリッチだ。まあいけるんじゃないかな。やべえ、早速弓かよ。待て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 。あ、これは広くなっていくタイプか。広くなっていくタイプと、あのずっと追尾してくるパティーンがあるんだね。この弾はこう柱があると便利だね。よし、オッケー。なんかエルドリッチは攻められるときにどんどん切っちゃった方がいいみたいなあれあるよね。弓矢かな、なんだ。あー、これか。これも地味に痛いからな。これ闇かな多分属性。闇の盾でカット率高めていくといいのかもしれない。え、やべ、あー、これか。これやべえんだよなこれ。うわ、弓か、回復しご。いやー、厳しい厳しい厳しい。なんかすごい煙がブワーってなってるね。うわ、こっちまだこう防戦一方だな。アンリちゃんがいたから楽だったんだな、やっぱ。押せ押せ、もう一回来るか。来ない。押せ、押して押して押して、押せ押せ、オッケーオッケーオッケー。なんかすごいいいじゃん。いいよいいよいいよ、よしよしよし。やっぱりそこまで強くはないか。ああ、第2形態来ましたね。炎モード。ああ、弓だ。追いかけてくるタイプですね。厳しい。追いかけられながらエンドリッチに近づこうと思ったけど、もう一回来るよねこれ確か。あ、来ない。来るぞ、オッケー。もう一丁、オッケー。あ、また弾が、これ弾が強いんだよ弾が。チキンプレイすぎる。よし、行くぜ。あ、やべ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 。でもなんか連続であのブームしてこなかったっけ、こいつ。なんかしてきた記憶あったんだけど。熱い熱い熱い。
え、回復してる HP なんで？ヤバいか、ジャマイカ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 、やべ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 、よし、え、回復してる、気のせい、なんか回復してる気がする。あ、エルドリッチ強いわ、兄ちゃんがいたから楽だったんだ。もう一丁ただ削れるっちゃ削れますね。エストビンはまだ使わずでいいかな、そこまで削ってくる攻撃もないもんね。弾か、振り回してくる。ああ弓矢か、もうランニングさせるから本当にいい運動だよ。俺最近ゲームしかやってねえから。やべえ、もう一回来るか、早く間に合い、オッケー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 。弾、この弾がきつい、弾がきつい、弾がうれ、やばい、弾いってえな、やばい、危ねえ、ナイスガード、もう一回か、やべ。あ、この鎌振り回した後があのチャンスなんだね。じゃあこれ来るまで普通にちょっと耐えて攻撃するパターンでいいのかな。いやでもエスビンがあと1個しかない。残り火を回復薬として使ってもいいですよって、そういえば来てましたね。残り火使っても HP 全回復するんですね。エストビン使っちゃうか。ああ弓矢、じゃあ残り火使ってみようか。32個もあるしね。これ初見で勝っちゃいそうなんで、まあ、初見って言ってもあのアンリちゃんのイベントあったんだけど、これで勝てちゃいそうなんで、使いましょうか。残り火勝てなかったらね、それはそれでただ無駄にしただけなんだけど、勝てそうなら使った方が絶対いいから。押せ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 、押せるときに押せ。もう一丁、もう一回いける、もう一回いける、よし。残り火はまだいいから、いやもう使っちゃおうか、使おう残り火。おおいいね、オッケー、ナイスナイス、いいねこれ。うわ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 、これであのビームやってくるとまずい。ビームビーム来る、ビーム横に歩いてれば大丈夫かな。あ、ビーム来ない、弾だ。あ、ビーム来たビーム来たね、これビームじゃないか。ちょっとまずい、攻めきれないな、 HP が減っていくだけ。あ、来るぞ、勝った、オッケー、勝ったじゃねえな、これもう一回、ほい、よし、勝てる、攻めろ、炎熱い、やばいやばい、炎に削られていく、攻めろ、当たれ、オッケー、いけ、よし、オッケー、エルドリッチのソウル、王の、あ、これなんだっけ、王の、これ薪じゃないんだよね、確か。よし、アンリちゃんとのイベントあったせいで、あったおかげで一発で勝てましたね。よし、今回はこの辺ですかね。なんもないよね。一応探索すっか。なにこれ、危ない。あ、リフトなんだ。なるほど。こっちもリフトか。あ、両方ともリフトだ。じゃあ前回じゃないよ。次は右と左の両方、リフトを探っていきましょう。なんもないよね。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら。